あなたが思う弊社のいいところは何ですか先ほどお伝えしたと思いますが。いや、この質問はしないですよ。あ、そうなんですが、死亡理由をお話しした際に、御社のいいところも5つほどお伝えしました。では、その5つを改めてお教えてください。わかりました。何がおかしいんですかあー、すいませんなんて言いますかこの短時間に同じ話を2回するってすごく効率悪いじゃないですか。エントリーシートも合わせたら実質3回。上司にも同じことしてるのかなと思ったらハートつええなーと思ってつぼっちゃって。ああ でもそのハートの強さもいいところだと思いまーす。では続いて自己 PR をお願いします。あれあ、あの自己 PR をお願いします。小泉さん。小泉さん。あれ自己 PR をお願いします。ど、どうされましたかあの、 はい。このように、緊張感のある場面でも、無言になることができる。など、自分のペース、自分の世界を作れるのが私の強みだと考えております。また、無言になっている間、少しだけ鼻を膨らませていた、という遊び心もあります。ごめんお待たせ、待った。うん、全然待ってないよ。本当に。うん、俺も今言ったところ本当はあ、いや、まあ、30分前くらいについてたかな。やっぱり嘘じゃん。 いや、嘘っていうか、まあ別にそんなのどうでもいいじゃん。よくない。嘘は嫌だもん。でも時間通りに来てくれたら別に嘘をつく必要もなかったよ。それとこれとは別でしょう。えうん。とりあえず今日のアジェンダどんな感じだっけはいはい。OK。じゃあその感じで今日 MTG 始めていきましょう。まず、トップからマネタイズするように言われてるわけじゃん。で、今回のこのプロジェクトに関して、これ誰マターだっけ はい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 。なんだけど、チーム全体が結局はアサインされたわけだから、しっかりみんなでスキームだって,てやっていきたいと思ってる。今後ローンチしていくものに関して、これどんな感じはいはい。それエビデンスはなるほど。ちょっとそれだと、ペイできなそうでゴーできないから、まあ、あタイトではあるんだけど、コミットできるように、そうだなちょっとなんというかその、改めてみんなで、うん、一生懸命、頑張ろう。以上が私が恩赦を死亡した理由です。 もう少し具体的にお願はですかえっといや結構あの今具体的にお話ししいや全く具体的ではありませんでしたというのも今の死亡理由ですと弊社でなければいけない理由が一つもありませんでしたですので今のだと他の会社でも当てはまるようなことしかおっしゃっておりませんでしたですので改めて具体的なお話をお願いできますかよろしくお願いしますああ以上が私が御社を死亡した理由です どの企業でも当てはまることばかり言われてもね。というのは嘘です。えですから、今の死亡理由は嘘ばっかりです。あふざけているんですかふざけているのはあなたの方ですよ。どういうことですかわかりませんか私はあえて御社とは違う業界の話ばかりしていました。全く違うと簡単に気づかれる可能性が高いので、少しだけずらした話をしていました。ただ、それはしっかりと聞けばわかるレベルの話です。それに対してあなたは どら企業でも当てはまることばかり言われてもね、そこじゃないんですよ。あなた面接官失格ですね。こっちもたくさん面接してね、疲れているんですよ。私本日トップバッターですよ。残念。らなあなあ、今日さ、二件大変頼まれてたじゃん。うん<お>。いや俺授業中寝ちゃってさ、出席費を余分に取れなくて大変できなかったんだよね。あ、マジあマジ終わり。いや、全然全然。いや、しょうがないっしょ。 まあ俺が出席しなかったのが悪いしさ。でも結構出席やばいんじゃなかったっけうん。今日で単位落とした。